になっちゃいました <laughs> えっと角やさんこんにちは川わさんこんにちは赤い水星のペンさんやあ青いとさんこんにちはまちさんこんにちはしんじさんこんにちはいづかみゆきおさん 可愛い,い嬉しい <laughs> みかん何か食わせろ <laughs> あるよ今日ねいっぱいあるよお菓子初 <laughs> <laughs> めましてちゅうちゅうさんこんにちはこうじさんこんにちはそう最後の最後やばくないみさきちさんこんにちはあいさん ブルーノさんしんちゃんさんこんにちはブーちゃんさんありがとうございますコロンさんこんにちは本当にあまりにも早すぎて最後の時間が湧かない <laughs> 本当そうよねキンさん KIN さんこんにちはケチャップつばささん ケチャップ高菜のさんこんにちはもぐもぐほくって嬉しいもぐもぐしようかなじゃ今日もこれもねこれが最後だって本当に実感がない皆さん実感湧いてください <laughs> 最後なんですトライアゲインフォーテートさんこんにちはスーパーサブフォーテートさんこんにちはやってみてどうだった ああ一週間えもうその感じもうめっちゃ話すよそんなん <laughs> でも楽しかったね本当に絶対にねこれをこの配信をやらないと皆さんには出会えなかったと思うのでうん さんこんにちは。四つ葉のクローバーさん。来てくださってありがとうございます。ウィンディーさん、こんにちは。つレずれさん。ゴルダル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 。ありがとうございます。クルリンさん、ゴールドハート。ありがとうございます。おはようございます。さん初見だったことがあります。確かにそれは事実。オレンジのだるまさん、ありがとうございます。 待ってねー。待ってねー。楽しかったね。ゆうきさん、とこさんありがとうございます。せいぜいさん初見です。<laughs> それは違うよ。それは嘘ですね。 楽しく配信してるのがツアるのがい,い,よ、ね、いいところよ。嬉しいね。嬉しいね。いや、でも皆さんのね、コメントがおもろかったから、本当に。いろいろ話すって楽しかったですね。ね。たいちゃんさん、こんにちは。むっちさん、初見です。ありがとうございます。NMB48 第10期生オーディション114番の E いって言います。 岡山県出身の二十歳ですよろしくお願いします <laughs> 推しと季節のアイテムだったら何がいい推しと季節のアイテムだったら推しと季節のアイテムえ、ね、どういうことやろう推しと季節のアイテム 押しとどういうことやろうや <laughs> ちゃんさんお久しぶりです先ぶりです <laughs> どっちがいい押しと季節のアイテムって何押しか季節ざんちゃんこんばんはお疲れ様です押しか季節 どういうこと待って待って推しか季節でしょ <laughs> 推し麺ってこと推し麺か季節ギフトえ推しのアイテムか季節のアイテム <laughs> えどっちでも嬉しいけど聞かれるの初めてやな <laughs>。 じゃあ季節はあれかゴールデンかなゴールド系じゃあ季節でダ <laughs> ーリンさんありがとうございますハルさんこんにちはポロさんヤマさん次郎さんごぼうさんありがとうございますとしやさんもありがとうございます わお <laughs> 変な反応。<laughs> ゴールド、これはなんやゴールド、ゴールドクマさん。めっちゃ可愛いでも、このクマさんね。可愛いよね。ゴールド、ゴールドクマさん。ゴールドクマキューピッドさんや。可愛いい。<laughs> ありがとうございます。ゴル、ゴルクマ。 ゴルクマありがとうございます。ゴルダル言いたいだけやろ。ゴルダルは言いたいね。ゴルダルってなんか。可愛くない。<laughs> うわ。<laughs> ちょ、くまが可愛かったからね。やすおさん、こんにちは。ゴルクマ、ゴルクマね。引かれたんじゃない。そう、可愛かったからびっくりしたん。<laughs> 欧米か <laughs> あっ松潤さんやちょっとなんか久しぶりな感じがする会えてよかったあのさ前もうこれんって言ってたからさっきドラやきとゼリー食べました私はさっきルマンド1本食べましたルマンドとせんべい <laughs> おっつれづれさん <laughs> <laughs> これはゴールドじゃないぞ水色水色水色ってなんていうんけこれ略してなんていうんですかかわいいめっちゃかわいいんだけどこのクマさん え、かわいい。<laughs> え、これって消えちゃうんよね。追ってほしいわ、ずっと。あ、もうだって、ゴルクマ消えてるもんだって。えー、追ってほしいな。松潤さん、はじめまして。大嘘。ポストしたかって。え、そう、私もちょっと見れんかったわ、それは。一緒やね。みんなやね。ほのぼのさん、こんにちは。ゆきひろさん。あ、ライトブルーね。ライトブルー。 あでもそれどこかどこを略したらいいんやろブルクマブルクマありがとうございますつるづるさんブルクマありがとうございます <laughs> n m b リリーベナックスにコメントしてましたねえ本当に羨ましいんだけど私も行きたかったんですけどそれえタッチしてきたんですかいいなあ 松潤さん。えっ、ー、と、ゴルクマ。ありがとうございます。あ。ラブクマ。あ、ラブクマ消えちゃった、今。ゴルクマ。ラブクマね。ラブクマ可愛いね。ライトブルークマね。山ちゃんさん、レインボースター、ありがとうございます。 ゴールデンキューピットクマは動略するえーゴキュマキモいってゴキュマありがとうございます皆さん FJB さんこんにちは n m b 4と第10期生オーディション114番のイーヨンですライトブルークマね可愛い,いよねめちゃめちゃ可愛い,いケンさんこんにちははんやったんやろ星は5 <laughs> はいでしたねごっついわ5局ま。 さんヒョウ柄のタコさんたくさんありがとうございますえっ、ー、と赤い水星のペンさんえー、緑だるまありがとうございます緑だる緑だるグリだるグリだるありがとうございますジュニアさんヒョウ柄のタコさんひょうタコありがとうございますズレズレさんうわ可かわいいこれもまたえこれ声近くなってないこれさ見えんからめっちゃ。 見ちゃってるわ。えー、バルーン風船の熊さんね。バルクマ、ありがとうございます。<laughs> バルクマ。え、熊こんなにも種類あるんですか。めっちゃ可愛いね。ジュニアさん、こんにちは。仕事終わったので今からやったお疲れ様です。<laughs> 画面分からんわ <laughs> めっちゃさ、かわいいねクマいっぱい <laughs> 開き直ったアジさんケイトさんが小学生の時から応援してました六年間よく我慢してやっと <laughs> えーめっちゃ嬉しいねそれうわ感動だねそれ それは嬉しいね。こりゃ嬉しいね。ジュニアさん、応援してるありがとうございます。川さとるさんはゴルダル、ゴルダルだ、ゴルダル祭りだ。ゴルダル、ゴルダル。<laughs> ありがとうございます。今、スーパー行ったけど、氷河のとこ売ってなかったあーもう じゃあ他の子たちがとってっちゃったかな他の10期候補生の子たちが仕事なので最後いませんが応援してます嬉しい最後残りあの短い時間よろしくお願いしますじゃあわっしょいわっしょいゴルダル祭りや <laughs> なったらボストしますね嬉しいちゃんと見ます絶対に見るね翼さ,さんひょうたこありがとうございますひょうもんだく打て,てたらえらいこっちゃだぞ <laughs> でもそうじゃないともうひょうたこが手に入らないからね <laughs> テロップかえかかか かかんといくんかうわー何しよもうさこのテロップ考えるのねどうしようかなもうさこの配信はもう気色満面で終われるように私は頑張ろうと思ってるんですけどもうついさっきのね配信でも <laughs> 泣いちゃってもうどうなることやら 草刈りさんゴルダルありがとうございます。まさっちさんこんにちは。福山のタコさんこんにちは。タコさんやタコさん来た。<laughs> タコさん来た。草刈りさん、だるもありがとうございます。えー、つれぜれさん、ゴルダル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 、なんか言ったゴルダル祭りじゃ。<laughs> まさ,っちさんひょうたこありがとうございますオーディションやのテロップ考えなあそう思ったらめちゃめちゃ大事じゃんなんかね文字数が少ないんですよねまあ、テロップってそんなもんか AKB 三昧さんアンジェロさんえー、白米様さん パパさんペラッティさんカイドンさんモッチョさんスノーリンリンさん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 ガルシアさんティケポンさんまーちゃんさんありがとうございますえっ、ー、とさっきないえ泣いたの <laughs> 一緒に泣いたまさかの。 えーとシューリンさんこんにちは <coughs> マルスさんこんにちはハムさんこんにちはえ皆さんさっきいた方たちかなえー、ちょっとさっきさん本当に嬉しくってもうあのー、そう池田天奈さんが来てくださって2回目の もうれしくてどうしようって感じで、えー、でそうコメントをね私がまた泣いてて泣いてたらねなんか泣いてたら天なさんがコメントしてくださってあーこっちにスクショ入れてあるから見れんけどなんか涙もろいの一緒ですみたいな自信持って。 頑張ってみたいな感じでコメントしてもらって、もう本当にもう泣いてるところまであの見られてると思ってなくってもういないと思ってたんで。<laughs> 砂小屋さんハートたくさんありがとうございます。それでさん優勝優勝ありがとうございます。え、さっき泣いたえ、もう泣いちゃったんよ。一旦 <laughs> 悔いのないようにね。またね。 これなんて読むんてですかは和えあえ会えますようにとかかなそんな感じがあるんかな感極まっちゃってそうそれでそのコメントもらった後私はもう「少女たちよ」を歌ってたんですよねそしたらあの2番の歌詞があの自分でこの曲選んどいて自分に刺さってもう号泣 <laughs> 嬉しかったそうコメントね。少林んさんレインボースターたっくさんありがとうございます。ありがとうございます。それは嬉しすぎる。ね。配信切ってそのスクショ見てえ、したしちゃったよ。本当になんかもう天羅さんがさ優しさの固まりすぎて本当に本当に自信持ってって言われたので本当にもう自信。 持ちまくりで本当に自信を手にいっぱい持っていきたいと思います <laughs> なにな何ににわえわえちゃったなんやろもう分からんないけど天奈 <laughs> さんは仲間思いで優しい本当にそう優しすぎる年齢的にちゃんと目薬用意していける <laughs> それ嘘泣きってことやん <laughs> まさんこんこにちはえー、とつばまなあゆさんこんこにちは間違えたあいますあよかった5時ってことかびっくりした難しい読み方があるんかと思った <laughs> これは受からんといけなくねえほんとそう頑張るよまあ元から受かる気だけどその <laughs> ねっ あ浩二さんやこんにちは淡淡タぬキさんこんにちはそう両手に自信しっかり持っていくからもう他のもん忘れそうで心配もう天なさんから自信めっちゃもらっちゃったからもうそれ以外にあの忘れそうで怖いわ <laughs> えーっとね、13えら、ー、いしうんーもう「気色満面にしとこう」って言ってさ入ってさ号泣してったらやばいよね「気 <laughs> 色満面」とか言うといて配信入ってさ号泣してんのやばいよねほんとに受かりたいそう にん,こ,さんこんにちは名札忘れたやつねレッスン受けれないからねチケットやからね <laughs> レッスン受けるチケットやからテナさんのスクショ印刷してポケットえ確かにそうえめっちゃ良くないですかそれいいやんだってまあ、スマホのまんまだったらその休憩時間でしか見れんから確かに印刷してなんかポッケに入れたらいいね え、それしよっかな。<laughs> ポッケに入れていこうかな。涙色満面 <laughs>。もう言わないで。それ？<laughs> よく覚えてるね。そんな昔の話を。<laughs> 履修登録忘れたからね、私 <laughs> 印刷いいね e ンポッキーにね e ンポッキーに入れよう2回もらったからね2つとも印刷して持ってこう冷戦崩壊 <laughs> ハムさん黄色のペンライトありがとうございます 音符もありがとうございます10期密着見えるのも楽しみ、えー、でも確実に映るのは確定してるよねどうやろう映るかな <laughs> まあモザイクなしでね映りたいけどねなんか私だってさ今回はもう番号が分かられちゃってるからさもうその辺探したら分かっちゃうってことでしょ もうそうなったら受かるしかないよ <laughs> おけいさんこんにちは <laughs> 目元だけモザイクえそれやだそれやだや、ね、<laughs> あの黒いやつってこと <laughs> やだそう、ね、青葉れ青羽玲香さんね配信中ですよねさっきあのちょうど始める時に通知が来ました <laughs> 一人一人にスポットが当たるね浮かなかったらぼかしねフフフ涼介さん スカボンさんたかさんまこちんさんもっさんもっさんさんどうもひろしさん常にズズシーしいさんガッチャマンさんありがとうございますおちゃるさん頑張ってくださいありがとうございます嬉しいですハチビーさんや こんばんはりょうすけさん、はじめまして。嬉しいえーと、NMB48 第1期生オーディション114番のイーヨンです。岡山県出身の20歳です。えー、応援よろしくお願いします。フォローとかコメントとかよろしくお願いします。 はちびさんこんばんは。ねありがとうございます。ピースさんはじめまして。<laughs> いつもありがとうございます。セーラー服配信嘘え確かにそういうのありね。もともとね制服ダメなんですけどえそういうのもありだね。猫耳してますとか <laughs> 猫耳してますみたいなやつ。 ピースさんだるまたくさんありがとうございます赤だるありがとうございますまっちゃんるさんこんにちは NMB48 第10期生オーディション114番の E4 です岡山県出身の二十歳ですよろしくお願いします NMB 入って岡山弁をはっはっんやろないい子は真似しないでください <laughs> 嘘はダメよほんとに えーと何か食わせろさん <laughs> 何か食わせろさんでいいの <laughs> ゴルダルーゴルダルだゴルダルだいっぱい <laughs> ありがとうございますあらゆるコスプレをね私コスプレとかするよね加入したらやば <laughs> なんか私さ 行事行事ごと,とかさ何ていうの楽しむタイプの人じゃないからクリスマスとかハロウィンとかもう全然そういうのでなんかさそういうコスプレとかさして遊ぶようなや,やつじゃないからな, <laughs> なんかほんとにさもうすべてが初めてやねそれコスプレねつれづれさんゴルダルありがとうございますゴゴゴルルルルルルダダダ 流行らせよ岡山弁流行るかな実は「あべのハルカス」から配信してますとかテロップ嘘ばっかやん段ボールの上から配信してます今日は <laughs> あすいません仕事予算の話し合いしててコメントできませんでしたええー、そんな大事な時に見てんの <laughs> <laughs> ちゃんと参加して話し合いに草刈り家さん星たくさんありがとうございます最近何が NG ワードか分かねなんねか星になるねよく僕コスプレ好きです <laughs> スティオデート風を待つ衣装着てからハマりえ着たの <laughs> すごいね 風を待つの衣装も可愛いよねてかあのエスティーユさんのさ新しい衣装めっちゃかわいかったねあれ水色でショールームの NG ワードよくわからないねなんでそれってやつがねなっちゃうよねクルリンさん顔出しでリコーダーちょっとエモいかもエモくなる <laughs> 顔出しでリコーダー吹いたら。 <laughs> でも絶対リコーダーもいつか披露しますね加入したら何か機会があったら持って帰らんようにせんといけんなじゃあリコーダーはすばるさんごご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 さん箱推しさんいでさんいちごさんおもちさん 遠いさん花屋さん、イさん、のっさん、トおルさん、おたまちゃんさん、ありがとうございます。n m b 4 8第10期生オーディション、114番のイーヨンって言います。和歌山県出身の二十歳です。応援よろしくお願いします。今日最終日なんですけど、イベント、よければ応援よろしくお願いします。ぴぴょは114回まで OK だからね。<laughs> 優しいからそこ草刈り機さんハートをたくさんありがとうございます何か食わせろさん <laughs> ゴルダルーゴルダルだありがとうございます NMB 入ったら一人暮らしそうだねえですよねそうですよねまあ今もほぼ一人暮らしのようなもんなんですけどそうですねえじゃあ そういういことかもしさなんか同期の子とかとさシェアハウスとかもありみたいな感じ聞かれましても <laughs> 声に聞くよぼある嬉しいありがとうございます声覚えててくれててありがとうございます <laughs> 劇場に住んじゃえあ劇場に住めばいいのか <laughs> 住めるんかな <laughs> ママに生きてもらう全然あの一人で生きていけます <laughs> もう二十歳なんで最後の時間わかない最後だよ劇場の主劇場の主か <laughs> もうずっと劇場やね量があるよくわからんなでもそういうのなコウジさんレインボースターありがとうございますわーひすごいひょうたこたくさんありがとうございますひょうがらのたくさんありがとうございます嬉しいあれ最後は何時まで八時までですえもう三十分経ったよえどうしよう 1> 1, 2もう1 6分の1経ってしまったえどうしようみんな、はあ、早くない受かればエアコンにお金入れなくてもよくなる <laughs> 確かにね面倒くさくないね誰だったか入ったら大学やめるとか言ってたなそうなんやねでも遠い人とかはね大変よねタコ来たー <laughs> さんこんにちはりゅうさんかなありがとうございます NMB48 第10期生オーディション114番のイーヨンっていいます岡山県出身の二十歳です、えー、今日イベント最終日なんですけどよければ応援よろしくお願いしますすごいママさんって方が来てるママさんママ来ちゃったかも <laughs> ありがとうございますことちゃんさんありがとうございますみゃーまじゅンみゃーまじゅんさん ありがとうございますゆーちゃんさんありがとうございます草刈り機さん早いね楽しい時間あっという間で次は最後の曲です <laughs> いやエアコンに課金は続けてほしい続けて欲しいんかじゃあこのエアコンの付け方のところのお家探そうかな引っ越しする時 <laughs> サカリキさんハートたくさんありがとうございますふぐぽよさんのみのみのみおくんさんドナルドさんありがとうございますジャガさんジャガさん <laughs> ゴルダラありがとうございます嬉しいありがとうございます私とあだ名が似てる似てる <laughs> ザンちゃん 磯ちゃんさんは磯さんささは岐阜まで大学頑張って帰ってたねでも岐阜ねでももっと遠いんじゃないかなその辞めるって言ってる子はねきっと岐阜と大阪かでも十分遠いよねエアコン課金のガチャンっていう音ファン <laughs> それがなくなるのが悲しいのか <laughs> <laughs> バドミントン以外に得意なスポーツとかありますかうん <laughs> そうだから少林寺拳法をねちょっとやってたっていうのと、まあ、バドミントンやってたら、まあ、卓球はある程度はできるって感じですかね卓球は。 ぐらいかなでもあと二重跳び私二重跳びならあのずっとできますトレーニングとかでやってたんであのトレーニングでやってた系の運動はできるかも <laughs> <laughs> つれづれさんゴルタコゴルタコやこれゴルタコありがとうございます。 岐阜じゃなかった東京東京大変遠い遠いね何て読むんですかこれ牛牛牛番えー、もごめんなさい漢字が読めない漢字が読めないよ <laughs> <laughs> 待ってどこまで行った最近子供あ見たそれ見たかも見た多分ねおめでたいあれもう特技は耳振り込んじゃなかったっけ <laughs> それスポーツじゃないじゃんそれスポーツじゃないから誰かスポーツ化してそれだったら私も特技の得意なスポーツにかけるんですけどいちごさん74人いる嘘 え、今の配信でってこと。マジですか。それは事件すぎる。私見逃してました。事件すぎるんですけど。嘘やん。うわ、本当や。いる。え、ありがとうございます。あの見てました。 いつあったっけ昨日と一昨日の配信リアタイで見てました本当にありがとうございますえ本当にありがとうございますあのはい <laughs> あの通知取ってくださってるたらしくて本当にありがとうございますああ <laughs> 嬉しかったです本当に 卓球ね楽しいよねはごいあ普通にゴいた待って本当にアホじゃんもうどうしようどうしよう本当にアホすぎる二十跳び連続最高何回え百、ー、100え何回飛んだんやろ一回ね中学校の時がめちゃくちゃ飛べてたんですよ えー、でも100は全然飛べるあでも今は無理かもだけど <laughs> 漢字が読めない感じ漢字読めないんです、ね、ライブランキングいたねどうしよう本当にほんまやいるマリ、ま、さんこんにちはえどうしよう本当にありがとうございますなんかもう本当にすいませんなんかわ私なんかのところに来てくださって <laughs> 嬉しいですうん言葉が出ないもう今日今日もさなんかどうしよう本当になんか死ぬんかな私今日いろいろと事件起こりすぎやわいちごさんね見てるねアバターもいたアンジェさん二十0めっちゃすもういやもう本当に その方々と比べたら私なんか全然なんですけどただトレーニングでやっただけなんでまゆさんひょうたこさんありがとうございますえー、何か食わせろさんゴルダルたくさんありがとうございますゴルダルー <laughs> さすが体力自慢の耳フリッカー耳フリッカー <laughs> 耳フリッカーもねあの無限にできるんで誰かスポーツにしてください デルビーマスターさんフォローありがとうございますフォロー Thank you あでもよろしくです日本語で書いてた <laughs> よろしくお願いしますオーナフヒットさんこんにちは何か食わせろさん <laughs> ハートたくさんありがとうございますオニコさんこんにちは これでカラカンええー、ありがとうございますたくさん投げてくださってエクストリーム耳鳴らし <laughs> 耳鳴らしとくか皆さんこれ最後かもしれないですよ私の耳聞けるのいいんですか聞いちゃうんですかもう最後の耳鳴らし ジュニアさんゴルダルーゴルダルーゴルダルーありがとうございます。鳴らすよとりあえず。 しょうもな、しょうもなすぎるこんなん。マリュウさん、レインボースターたくさんありがとうございます。うわ、いっぱいありがとうございます。えー、?40 個ありがとうございます。トレンドンさん、こんにちは。聞いちゃいたい聞いてもらっちゃった。なぜなるんだ <laughs> じわる、いい音ですわ。さすがケチャップ抜き。 ケチャップネキやばいよねほ、うんとに <laughs> シュール素敵なラストイヤー <laughs> ラストイヤーです皆さんあとあと3時間でもう聞こえなくなっちゃいますんでこれ2時間かも おさめですよはちべいさんヒョウ柄のたこさんたくさんありがとうございますたこさんたくさんありがとうございます <laughs> すごすぎるえ、これやっぱ特技って言えるよね耳からなってるんですけどこれつばささん音符ありがとうございますつれづれさんブラボーおーありがとうございます いい不思議の一つ耳 <laughs> 慣らしの聞きおさめそうよもう最後ですよはい <laughs> もういつでもやるんであと二時間しかないから <laughs> しょうりんさん音符ありがとうございます元気出し店長さん <laughs> ありがとうございます神村ひなのさんのやつやねこれスーパーストロングシーガルさんこんにちは NMB48 第10期生オーディション114番のイーヨンですえっと。 イベント最終日最終枠です応援よろしくお願いしますよければ合格したらまた聞けるけどそう我慢しててねもうみんなさこの耳聞きたくってさうずうずしちゃうでしょ絶対待ってる間もう聞きたくてしょうがないでしょもう <laughs> 映像で鳴ってるとこ見てみたいえもっとシュール映像の方がシュール どういう顔してそれやってんのかもしれない <laughs> 顔芸用意しとかんとなそれその時のためになまさっちさんゴルゴールドハートたっくさんありがとうございますジョージさんこんにちはつれづれさんゴルダルゴルダルゴルダルだありがとうございます仕組みが知りたい仕組みはね あの、ね、こう皆さん耳あるでしょ耳ををう丸めるんですよ。丸めたこれねでも耳柔らかい人じゃないとできないと思う。こうやって耳丸めてこう耳のここにね空洞を作るんですよ。丸めて。でそこを指で弾く。 たらなります。<laughs> エギマニアさん。こんにちは、エヌエムビーフォテート第十期生オーディション。百十四番のイーヨンって言います。岡山県出身の二十歳です。えー、よければ応援よろしくお願いします。耳振り。 人生で耳鳴らす人初めて出会ったやったね初めての人になれたフミニフリック音は直接聞いてみたい <laughs> 元気あそうそうそうそれ <laughs> いつかミニフリックに乗せてダンスしますね <laughs> じゃあ私がこうもうドラムですよね難しいなちょっとリズム刻めるようにしときます 見たい、聞きたい嬉しいねエピオンさんこんにちは耳でモールス信号 <laughs> モールス信号を練習したらさ皆さんになんか言葉伝えれるようになるってことかそれ勉強しようかなモールス信号しばらく聞けないの寂しい寂しいよねやっぱこれが皆さん一番聞きたいもんねグッサンシャインさんこんにちは 10期密着で見れるかな？<laughs> いつやるん？それ？<laughs> いつやる？ラフル百1 4さんこんばんはー。つまり耳を餃子みそう。そうそう、餃子みたいにするんですよ。ニック242さんゴルタコたっくさんありがとうございます。耳が回るマらんそう丸めるならん <laughs> できませんでした。 <laughs> みんなやってる可愛いんだけどみんなやってんの可愛い <laughs> 今配信聞くためにイヤホンしてるから耳丸めんゃない <laughs> やってみたけどできない <laughs> めっちゃおもろいそう耳が柔らかいからね私でも私が逆にそのお母さんのね耳とか弟の耳でやったらなるんですよでも。 あここまきれいな音はないけど <laughs> じゃあ皆さんの「耳鳴らしてあげる会とかやりますかじゃ多分私が操作したらある程度耳柔らかい人はなりそうな気がする <laughs> 今待って違う行き過ぎた。 帽子さん、こんにちはにゃんちゅうも聞いてみたい <laughs> にゃんちゅうやる <laughs> 耳が折れそう <laughs> やめて危ないこっちもそうやねお互い勉強しよう <laughs> でもああや仲良くなる時の武器 <laughs> これ <laughs> もう惹かれるよこんなん仲良くなれる参加希望弟にやってまあ小さい頃や やけんね <laughs> 弟もね耳柔らかかったよ <laughs> 耳が鳴るかけそうそうなんかも耳鳴らしてあげるかいしようもう皆さん感動すると思う自分の耳が鳴ったことにでもねこれねあのー 何がダメだってこれねあのやられてる人自分の耳が鳴ってたらめちゃくちゃうるさいんですよだってあのこの一番うるさいところで鳴ってるわけやからあの結構うるさいです <laughs> 本人は。ズレズレさんハートたくさんありがとうございます。 ラーボパパさん初見です嬉しいありがとうございますお披露目の場でやって会場がザーつくとこも行ってみたい <laughs> 私の一番の特技がさ耳鳴らすになっちゃうよねでもその場でできる特技って言ったらもうバドミントンってなったらラケットとかもいるからさ耳鳴らすしかなくなっちゃうよね <laughs> 耳鳴らしたい憧れる <laughs> すごいわ確かにそうめっちゃうるさいんよこれ <laughs> ファンネームは耳鳴らしたい <laughs> 確かにみんな耳鳴らしたいに入ってくれますか <laughs> 耳鳴らしたいねみんなの耳鳴らしたい私は 1>, <laughs> 1分間で何回鳴らせるか <laughs> えこれさギネスとかならないですかこれえギネスとかならないですかこれギネスって勝手に作っていいもんなんですかギネスとかいけそうな気がするんですけど私これ <laughs> 右手の関節のいつでも鳴らせるどうやって 申請 <laughs> してみたら <laughs> ミドルネーム耳鳴れしゲ太タ耳鳴れしゲ太タシ <laughs> やだなる ?1 分間って疲れるね結構長いね。 申請しててギネスが認めてくれたら平気そうなんや、私ギネス持てるんかもしれんってことそりゃすごいわにゃんちゅうにゃんちゅうでもやっとくか今のうちにこんなまだニコニコしとるときに。 お隣さもるんよなでも今ギネス持ってるアイドルなんてそうそういないんよ音だ <laughs> け聞いたら何の音かわからない耳から鳴ってます よし、布団かぶってみたけど <laughs> はあじゃあ何て言えばいいかちょっとお願いしていい何て言えばいいかそれだけうん <laughs> はあおな鳴った にゃんちゅうやるとああって <laughs> なるよーどう声こもったこれ今布団かぶったんやけどもうほんとにご近所さんに恥ずかしすぎて今のお気持ちを「にゃんちゅうって」 ジュニアさんハートたくさんありがとうございますいっぱいありがとうございます今のお気持ちいいうん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  <laughs> 待ってはずいなんか今日はずいんですけどどうしよう <laughs> やるね うん、<laughs> なんちゅうだにゃんみんな今まで見てくれてありがとう待って下手くそ今日は下手くそちょっと待って本当に今日下手くそやからやばいわいった今のちょっとさあしかもさ絶対声張っちゃってたもん今めっちゃ恥ずいわ。 本当に恥ずいえ本当に恥ずいんだけど本当に隣の方ごめんなさい変な人住んでて本当に変な人住んでてごめんなさいって感じアンコールはするちょっと今自分でも納得いってないけど本当にあの隣の人とだ,人だけ本当に申し訳ない <laughs> もう鬼はずいんですけどもうここじゃなかったらなんぼでもするよここじゃなかったらなんぼでもするんだけどもっとしかも自信持ってできるような気がするねえ本当に恥ずいんだけどだってさ一人で住んでるのにさにゃんちゅうの練習やっとんよ一人でマジで恥ずいんだけど急に恥ずかしくなったもう。 もう,どう,しよう一,生一生会えれないもうえ本当に引っ越ししようかな終わったかも私の両人生 <laughs> チューニング中が一番もろい <coughs> はるちゃんゴルタルありがとうございますのい本当にににはずいんだけどどうしよう もう部屋から出れない私自分で把握してるよ <laughs> ねえ友達と電話してるってことで <laughs> ああもうやだやだよーはるちゃんだるまありがとうございますエピオンさんハートたくさんありがとうございます で終わる両ライフ <laughs> 終わったよ終わったよ絶対ハル <laughs> ちゃんハートありがとうございます花火師さんこんにちは友達と <laughs> やるよやるよやるってことにしといてよそれぐらいしかないじゃん一人で練習はやばいじゃんだって にゃんちゅう見てたって言えば <laughs> あもう本物ってことか <laughs> 確かにね今頃放送にゃんちゅうって隣の変なやつで X にポストがないことを祈ります皆さんあの検索しといてください隣ににゃんちゅうがいるっていうポスト見つけたら「ハッシュタグいいよんポスト待ってるよんでちょっと教えてください <laughs>」 隣さんも配信見てるから大丈夫なんかもう逆にそれだったらそれでいいやそれならもうそれでいいそっちの方がなんかいい分かってくれてる方がにゃんちゅう頑張ったよ何が終わったにゃんちゅうやって私の寮生活が終わった隣人に迷惑かけて <laughs> ひよさんこんにちは ただままたやったんやっちゃったよにゃんちゅうやっちゃったんよ <laughs> どんどん調子悪くなるとにゃんちゅうみたいになっちゃうん、なっちゃうん <laughs> ちょっとね風気味でって感じではあ隣人隣の部屋の人にゃんちゅうの CV のオーディション受かって引っ越ししちゃた <laughs> ニャンチューディションに受かっちゃうかニャンチューに受かっちゃったらもうまあそれも嬉しいけどねそれは嬉しいことだそれは嬉しいけど私はちょっと今アイドル目指してるんですけどにゃんにゃんちうみんな生で聴きに来てください 岡山に帰りなさい <laughs> 帰らされる帰らされるのにやばくない帰った方がいいかな <laughs> 人参はにゃんちゅうほにそうだよどうしようそのハッシュタグあったらそうなったら何丁タクになるしかない,いそう皆さんもし私がなんか間違って にゃんちゅうの声優さんに受かっちゃったら皆さんにゃんちゅうを押してください。えその準備できてる大丈夫押せそうにゃんちゅう。<laughs> もしなんか間違って私がこうにゃんちゅうのオーディションに受かっちゃったら大丈夫かな握手会とか来てくれるかなにゃんちゅうの。 にゃんちシイコールイヨンちゃんおいしそうなってくれる <laughs> ちゅうちゅうさんヒョウ柄のタコどうもありがとうねやりたいよニャンちュうでやりたいけど <laughs> あちょっと人いないとこ行きたいほんとに。 さあ、それで朗報 <laughs> 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 岡山県赤牛市のうでにゃんちを押します嬉しいねみんなにゃんちゅうでもついてきてくれるにゃ <laughs> ガラガクまんじゅうさん初見です前も来てくださってましたよねありがとうございますえ二2時間だってみんなみんなあと2時間で終わっちゃううそ <laughs> ほんまやーどうしよう それでは、聞いてください。リセット声に引っ越し, <laughs> 引,っ越しまっ引っ越ししましたよ、ほん引っ越しましたよ、どうしよう <laughs> 検討します。あ、絶対じゃないんや。もちろんします。優しい何気にそのああが好き <laughs> あと二時間よ 赤い水星のペンさんゴールドハートありがとうございます早い2時間えそろそろなんかもうしんみり系になった方がいいまだ早いか <laughs> 2時間あれば岡山に帰れる確かにもう帰らされるかなうるさすぎて角マ山さんハートたくさんありがとうございます こうじさん花だれ公演始まっちゃうからごめん頑張ってまた会えるとありがとうございますそんな公演の前にねありがとうございます花だれ公演楽しんできてくださいありがとうございますこちらもねまた会えて嬉しかったですぜひ会いに来てください私にもケ <laughs> イさんこんばんは あ,れちゃんあやパンさんねねえ2時間前からさすがに早すぎる <laughs> 早すぎるかうわわわわわ待って待って待ってレインボースターたくさんありがとうございますすごいすごいレインボースターやすごいありがとうございます2時間前からシミで早すぎる <laughs> さかわいいありがとうございますまだ早いかじゃあせんべいでも食べとこ <laughs> 40人以下になるへえー、え確かさ川端旦那さんが卒業するときに47になるみたいなじゃなかったっけえじゃあほんとにそんなんじゃなかったかな 一人足りないみたいな感じじゃなかったっけまだしばらく <laughs> まだにゃんちゅうでいける伊賀栗さん氷河のタコさんありがとうございますああとさ皆さんまた言うけど申し訳ないけど本当に SMS 認証だけお忘れなくお願いしますあのせっかくいただいたギフトが反映されなくなっちゃうので 本当にそれだけ悲しいのでねよろしくお願いします「隣人よにゃんちゅう」の検索結果ありませんいやわかんないじゃんそのすぐつぶやくタイプじゃないかもしれないじゃん <laughs> ねえ2時間もあっという間やん絶対バラバラで投げたからタワー立てるほど残っいや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 嬉しいありがとうございます別に趣味にしなくてもいいの、ね、よ <laughs> 48が47になったんってことはさそれからもうもっとさらにね少なくなっちゃったんよね。<laughs> mr <laughs> いい音仕上がるぜ <laughs> 終わったら「#」ハッシュタグあ隣のこのまあ何でも「#」ハッシュタグじゃなくってちょっとなんか「隣人にゃんちゅ」みたいな感じで調べてちょっとでもなんかそれっぽいのあったら教えて <laughs> 私のハッシュタグはこの画面のハートのところにあるイオンポスト待ってる4です大人なれし方プロってきた減量 <laughs> 中には苦痛だぜせんべいあの瀬戸塩っていうおせんべい知ってますか私の大好きなせんべいクルリンさんゴールドハートありがとうございます一口ちょうだい全然。 たくさんあるので、全部食ってる場合違うよこれはねあの私のあの配信の内容にも含まれてるんでこういう ASMR 配信がたまに入る <laughs> のであのふざけてるとかじゃないです <laughs> ひろゆきさんお疲れ様ですモグダモグダえモグダってこれあれよね 全然関係ないかも知らんけどこの赤い先生のペンさんが言ってるのと何や時渡辺美里亜さんかながさ言ってるよね「モグだ!」って可愛い,いやつや仕事終わりで腹ペコなのにえみんなも食べようじゃ一緒に「<laughs> 隣人ニャンチで検索したら結構隣人がニャンちのまねしている <laughs> <laughs> いない,いないから大丈夫だよじゃなくってみんないっぱいいるんだやってる人が <laughs> いないから大丈夫だよとかじゃなくっていっぱいいるから大丈夫なんや、うん、なら大丈夫かな赤い彗星のベンさんレインボースターありがとうございますあ今うちにあるえ一緒やんおそろいやん私はちなみにえび塩味です なんこれのね全味美味しいですよねなんかレモンとかのり塩とかねそう音を楽しむ配信食べたくなってきたあよかった渡辺ミリアさんよね乃木坂のモグだモグだめちゃめちゃ可愛いいやつねモグですよ皆さん今モグですモグだ ルマンド引き取りますルマンドもまだあるてかまだプリッツ開けてないカツカツ人カツじんさんとかかなちらありがとうございます NMB48、MM、第1期生オーディション114番の e ンって呼んでください岡山県出身の二十歳です えイベントの今最終枠です応援よろしくお願いしますいやここは何波なんだからせめて <laughs> 明石のシェだったらよかったあーほんまやめっちゃ瀬戸塩っていうおせんべい買ってきちゃったでも大阪に売ってるんですもんこれ大阪に売ってるもんだって <laughs> <laughs> うんまぐだーうんまくだー <laughs> インンストで待っててるる食べ物投稿してやる <laughs> ぜひぜひあの何でもいいです皆さんこのハッシュタグ全然これ,これ食べたよとかも何でもいいので待ってます目立つ <laughs> あカ書きかけのうさぎイラストも似合わかったんでまたえもうずっと見てます私終わってからもずっと見てるのでねあの全然ゆっくりで皆さん大丈夫ですはいあの次の審査まで あの見て励まされてますので嬉しいそれは濡れせんべい派うわ、まあ、私は乾いてる方がいいなセット詩を検索して調べてみたおいしいよ本当にエビ塩味あるおお一緒一緒やねモグだ あすごい。アバター変わった。渡辺ミリアさんのやつになってる。リンゴさんこんばんは。ほんと詳しいよね。さやかちゃんのマシュマロ知らないと思ってやったの恥ずかしい。<laughs> なんかメルヘン。メルヘンでボケましょうみたいなやつですよね。ヘクシュマシュマロってやつですよね。<laughs> 芸人のね。キックさんこんばんは。リンゴさん、氷河のガンタコさん、たくさんありがとうございます。 すごいたっくさんやポッぽやしまちゃんさんこんばんは瀬戸内レモン的なの全国ね <laughs> 瀬戸内やっぱ瀬戸内レモンやっぱみんな好きでしょ全国 <laughs> 夏の雪さんこんばんは夏の雪さんこんばんはりんごさん2回目ですありがとうございますさっきは本当にねあの号泣配信ごめんなさい <laughs> 初めての配信で <laughs> 泣いてるところを聞かれちゃって <laughs> 瀬戸少ね美味しいですよねは治さんこんばんは鶴瓶さんせんべいは全般的に好きだけど南部せんべいへえー、南部せんべい食べてみたい美味しそうやな 顔出ししてよ、最後くらい <laughs> できないです、あの逆にしちゃダメなんですよね、ラジオだから <laughs> お腹がす…あ、なんか変わってるよお腹がすいたんだよ <laughs> 懐かしいモグダが通じると思わなかったあの、めちゃくちゃ可愛いのわかるわかりますよもぐ、もぐもぐの時間の時に言うやつですよね <laughs> メルヘン負けのくしゃみしたらマシュマロ出るってネタどこでも受けるからやっちゃうんだよ <laughs> いやあれは本当におもろいあれはねめちゃくちゃおもろい赤い水星のペンさんうわーゴルダルだゴルダルたくさんありがとうございます顔出ししたらランキング1位いやいやいやそんなそんな全然です <laughs> ライドルさん初めて嘘えめちゃめちゃ私有名だと思ってたあのマシュマロのやつを <laughs> そうなんや握手会公演でプロフの写真を胸につけていくから気付いてなプロフの写真ってどれやこのアバターのことそれともなんかこの など,ど,ど,どれやろ絶対気づきますザンちゃん覚えて覚えとるよ絶対絶対覚えとく <laughs> いつかイヨンにニャンニャンニャギやってもニャギじゃないのでね <laughs> 私が私の本名が なぎだったらやるかもしれんけどね。死 <laughs> 後は死後は <laughs> テンション高。死後はこれから帰ります。<laughs> めっちゃギャルやん。<laughs> お疲れ様です松潤さん。 じゃあ合格して握手会でみんなで初めましてしようね。絶対絶対ほんと皆さん絶対にお会いできるように。お披露目ね楽しみだね。えお披露目のさ T シャツさ何色だと思います予想しましょう。あのお披露目のヒョウ柄の色。お披露目っていうかあの T シャツの。 一番最初のあのお披露目 T シャツのヒ柄の色が10期生は何色になるかっていう予想えこれ当てたらやばくない黄色黄色だと思う黄色でも結構いろんな種類ありません、ね、でもキュウキさんが黄色でしたよねなんか蛍光イエローみたいな感じでしたよね「僕だけかな?オーデの」の ジュンちゃんのファンなのは合格したらいい音じゃなくなるしあっいい音が好きなのか松潤さんは他のが覚えてないいやー確かにね忘れちゃうねでも八期生さんがなんか水色っぽい感じだったよねクリーム色かわいいねゴルダレイス <laughs> めっちゃかっこいいやんゴールドめっちゃかっこいいやんそれうわ着てみたいキラッキラやキラッキラな氷ョ柄やん絶対かっこいいやんそれ絶対かっこいいね <laughs> ミントグリーンえー、あんまなくないないような気がするえワンちゃん あるかもそうよイーヨンを愛してるのでも合格したらイーヨンはいなくなるよいいの私を押してくれなきゃケー <laughs> ジ6033こんばんはこんばんは背中にゴールデンハオを。 って書いてある T シャツに <laughs> 漢字読めん <laughs> それでさケチャップ色ケチャップ色っていうのやばい普通に赤じゃなくってケチャップ色感ありそうやなありそうありそうちょっとガ,ガチちょっと一旦予想しといて これちょっと楽しみにしよう皆さんの私はじゃあえでもね暖色系あーあーどっちやろうな赤だって普通に考えてよ赤青緑黄色紫が基本これ以外にだってもう色ってなくない、まあ、大きく区切ったらね で、最近が青と黄色ってことは赤ケチャップ色マジ <laughs> 本名解禁あったら名前 T シャツ作っていくわ絶対見つける絶対見つけるよすいません忘れてました「ハオ」あでもよかった合ってた <laughs> 合ってた カールさんこんばんは NMB48 第10期生オーディション114番のイーヨンですよろしくお願いします当たったらご褒美や確かにえ皆さん当たったらじゃあ当たって私が加入しててそしたらあのご褒美当たった方ご褒美え何この約束楽しいんだけどこの約束楽しいんですけどケチャップ色私じゃあケチャップ色に1票入れようかな <laughs> 緑に茶色の表側で白いシャツやとほぼゲンタや待って緑だったらゲントシンや <laughs> えじゃあ待ってそれがいい私それにかけたいゲントシンカラーにかけたいわでもそれわあめっちゃ迷うな緑確かにあるかもね <laughs> ケンタシンやばいうわーそれだったらもう運命ですわ最終おではちょ皆さんあの本当にさもし緑だった時笑わないでくださいよ本当にお披露目 <laughs> 最終まではいいよんのまんまこの配信のままで頑張ってねちゃんとミ振りリッ <laughs> まあできる披露できるタイミングがあったらやりますね <laughs> 言ったのこっちえ もちろん忘れんよ。え面白いやんこの約束。絶対に果たそうみんな。絶対に私合格して皆さんと答え合わせするから。ゲンタシンみんなゲンタシンにかけるよし絶対ゴルダル赤い先生のペンさんはゴルダルにかけるね。金色ねなかなかないと思うけどな。結局最初にまでに出てくるゲンタシンの重さ。え私ゲンタシンゲンタシンかな で俺のミンン、トグリーンいや原シンえじゃあ皆さんじゃあ私は原シン系の緑まあ幅広くていいよ赤青緑とかあの細かくなくていいです紫ピンクオレンジそんぐらいかな大まかで大体ケチャップね赤ね <laughs> <laughs> これどうするちょっとメモしといた方がいい私ちょっと緑がいいなお露目緑ならんかなん源太新職源太市人気やなニック242さんお疲れ様ですえもう合格するって約束していいの <laughs> えもちろん私は合格する気だよだから絶対これの答え合わせしましょう皆さんこの約束 <laughs> 合格したら会いに行きます名前名乗らない、えー、名前名乗ってよピースさん覚えてるよピースってしましょうピース <laughs> じゃあ合格したらこっちもイーヨンちゃんのお願い何でも一つえ何でも聞いてくれえもうそれはもう決まってるよもう皆さん全員決まってるよ私のお願いなんてもう私のことを あの卒業までずっと応援してくださったらあもうそれで大丈夫です私からのお願い <laughs> 絶対にもう加入から卒業まで <laughs> ゲンタシンカードとしてもわ笑わないよもう笑ってるやんゲンタシン系の緑 <laughs> ちょっと明るめだねゲンタシン系の緑でも明るいねちょっと明るめやな まあ緑ですねゲンタシンに一票の方は緑ですお穴のオレンジオレンジねオレンジもありそう全然じゃあ俺は緑そうピンクおお。僕もゲンタシンで私もじゃあ緑にしよっかなのうやんさんこんばんは え、これおもろ本ほんとにおもろいちょっとみなさん楽しみにしとこうこれほんとにちょっとメモしてないからみなさん自分の色覚えててね即ョしようツナマヨさんが緑うっかりたさんピンクキュウさん緑カーサトルさんオレンジあいみんさんもねこれ緑だねじゃあ。 草刈りきさんいやでもこれも結構ある赤も結構ありそうなんだよなえこれマジで楽しみなんですけど私でも会う時いや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 会いましょう絶対勝負の瞬間ワイの宝オレンジおー万博の脈ああ うわーそれもありそう,うわーなんかすごいねよく考えてる考察がすごいありそうそれうわ結構ありそうだな濃い青ねだって8期生さんが水色っぽい感じだったもんねちょっと待って追いつかんうわー青もありうわーすっごいこれはすごいねみんな「ハッシュいいえ」確かにみんなでさあの やりたい人でいいんですけどね全然「ハッシュタグイオンポスト待ってるよんで」であのお披露目10期生がお披露目する時の T シャツのヒョウ柄の色が何色になるか皆さん予想して今のうちからポストしておきましょうで私が加入した時に皆さんと答え合わせをしましょう絶対に私は合格するんで。 みんなバーの色だったらめっちゃ重い。確かにね、誰かしら当たるかもね。うわ、楽しみ。めっちゃ楽しみなんだけど私、これ。いっぱいスクショしてる。さくらんぼさん、頑張ってください。ありがとうございます。イオンちゃんの記憶力。まあね、ちょっと、なるべくちょっと皆さん、ハッシュタグでちゃんと、一応なんか予想をしといて。<laughs> 一応こっちもね、スクショしといた。 もしブルーならゲンタシンクリアあ確かに確かにブルーもいけるよブルーもゲンタシンやな <laughs> ねえあとで見えるからねラグノロックス G さんほらありがとうございます、えー、今来てくださった方 NMB48 の第10期生オーディション114番のイーヨンです岡山県出身の二十歳ですえっとお披露目の 1期生お披露目の時の表柄の柄が何色になるかっていう予想をしてます <laughs> 絶対に答え合わせしましょう本当に後でこそっと変えられるそう絵でもあれよお披露目までは全然しっかりもう皆さん頭の中でも本当に疲れるくらい考えてもらってもいいですよ お披露目までね <laughs> でも,もうお披露目しされたらもうダメそれは変えちゃいけん全然更新は日々あのハッシュタグでしてくれて大丈夫 <laughs> <laughs> いいよんちゃん背が高いから見つけやすいはず多分見つけやすいかなでも背高い子多いからな今回ね もっと背伸ばしときますじゃあ <laughs> アールアップさんゴルダルたくさんありがとうございます今喋べってきた5期緑6期さん紫7期ひょうおお8期青9期黄緑か黄緑かうわーあじゃあ緑なさそうやな紫あでもこわうわー待って ありがとうございます。これ有力情報だいぶ。赤、赤あるんじゃないですかこれ,これワンチャン。ワンチャン赤ある。これちょっとケチャップカラー結構。<laughs> 待って、なんでこんな楽しい私めっちゃ楽しいんですけど、これ。<laughs> これスクショしとこ お司祭はゲンタシンからもうゲンタシンでいいですじゃあいかたまさんこんばんはってか発表の時にオーディの時の番号をつけてああ確かにね分かりにくいねあとお披露目曲お披露目曲も予想しとく <laughs> 確かに SKE さんのおしめも調子見つけやすいやっぱ調子んだと。 え緑ないかもねでも5期生さん緑でしょ黄緑かめっちゃ私黄色っぽいイメージだった9期生さん赤ありそうよね普通に赤じゃね、すごい <laughs> まさかのケチャップでそうだってさ万博やからさ赤もワンチャンあるよねワンちゃん、猫ちゃんおりんちゃん <laughs> キャドルさんだありがとうございますまさかのケチャップ食が有力 <laughs> ケチャップカラーと赤の違いまあ赤ですよねまあ赤で大丈夫ですケチャップは <laughs> もともと緑好きなゲンタシンで問題ないじゃんいや問題あるよだって緑はいいけどあの茶色は嫌です緑と茶色は嫌です <laughs> 緑は残してくれていいんですけどねラーフル濃いピンク消し黒板消し濃いピンクかわいいね でもピンクとかもさ意外にないんだねメタボネコさんゴールドハートありがとうございますケチャップとゲンタシンで迷う <laughs> 赤とあ紫ピンクもありそうよねなんか全部ありそうよね結局うわー私ちょっとケチャップにかけよっかなケチャップにかけちゃおっかな オリンさんさかトムさんの妹 <laughs> ピンクいやピンクもありそうなよねうわーめっちゃさこれドキドキするね発表まで私だけこんななんか楽しみな <laughs> 適当に攻めたオレンジたいやワンチャンオレンジもあるワンチャンあるよでもあ全然変更大丈夫ですよ <laughs> ケチャップかこれまさかのケチャップ色可能性は無限大 <laughs> お披露目曲はお仕事戻っいやー頑張ってくださいえじゃあもう会えないかなもう会えないありがとうございます本当に短い間ありがとうございました 元気さんは紫いやー多分ね時代は繰り返すよそのちょっと色変えた紫みたいなもうワンチャンあるからちょっと違う紫みたいなね黄色にもさいろんな種類があるからさどの色もだけどすごい本気でみんな考えてるえ、ケチャップにしよっかな私どうしよう 1> 1赤2、ピンクおーすごいめっちゃちゃんと <laughs> ケチャップは赤だよケチャップは赤だねサイレームの代わりにケチャップ振りますかわ <laughs> かりやすい逆にもそれは見つけやすい <laughs> 赤だね19期生ギンガムチェックだったね お披露目ねかわいい衣装だったねつけっぱなしでいくけど多分全部あるかあ,ありがとうございます待ってますねケチャップ私もケチャップにしよっかな赤にしよっかな <laughs> 特技ケチャップ一本丸のみ <laughs> きつそうケチャップってそのあのさ私がさ 部活の挨拶をケチャップでしてますよっていう話をしてからケチャップって出るようになったけど <laughs> ケチャップケチャップ <laughs> 私ケチャップにしよう赤色にしよう私赤でどうしようあのそもそもあの T シャツじゃなかったらケチャライオン <laughs> お披露目曲とかはお披露目曲でも私やっぱシンプルに「夢は逃げない」が好きだから好きやし歌詞もなんか一番自分に合ってそうな気もするなでも何かどうなんやろう何倍でしたよね吸気声さんが。 ケチャップ仲間だねみんなでは応援はケチャ <laughs> ケチャで <laughs> お披露目の時平らなケチャップが募集されば <laughs> やめてー <laughs> 赤っぽい紫なんや難しい赤とかピンクとかかなまあ 大きく言うて私は赤にしとくじゃケチャップは逃げない <laughs> どうか当たりますように <laughs> 私はじゃあ赤にするね私の方が先に知れるってことね <laughs> 楽しみに。 して待ってましょう皆さん。当たりますようにね。お願いします。<laughs> ここで一旦あのルマンドを挟ませていただきますね。A.S.M.R. タイムです。 ルフフッ赤っぽい紫オレンジに近いんや4期生さんやね渋谷ぎさんとか着てたやつよねなんかあんま想像できん当たることを祈ります皆さん祈りましょう自分の何色 当たることを祈っておきましょうモグだーモグだ空き <laughs> 時間にルマンド買って来れなかったから明日買ってくるハッシュタグつけてボスありがとうございますもうそんな些細なことでいいですもう私もなんでも嬉しいのでルマンド美味しい本当にルマンドに嫉妬 <laughs> ここになって天使はえー、確かにね 意外やいやえでもさめっちゃ嬉しい自分がやると思ったらそれえお披露目でできたらめっちゃ嬉しいちくしょう <laughs> お披露目曲難しいなこれ。 当てるのアシュタルマンドとセットシ化カーを買って私今同じもあるかな買おうぜ114は天使がえそうそうそう114番ってねエンジェルナンバーみたいなやつらしいですよエンジェルナンバーでも何,何個もあるらしいでも。<laughs>

めっちゃきついね、それめっちゃ頑張らんといけんねそれはちょっとね本気で間に合うかな、お披露目に <laughs> よしさん、こんばんはハート、ありがとうございますルマンドナイスえそうそれ昨日も聞いたんですよルマンドナイス食べたいと思って 僕の天使嬉しいな。天使です。皆さんの天使です。天使だったのね、患者弱いけど <laughs>。ごめんね、患者弱いんです。俺には悪魔に見える天使だよ。淳さん、ちら、ありがとうございます。多分難しいのやるよね。えー、どうなんやろな。 全然わからん、予想がつかんお披露目曲はいいよんちゃん天下か間違ってない嬉しいなんかめっちゃ嬉しいそれえ照れちゃう普通に感じが弱いの岡山の伝統芸 <laughs> 岡山ちょっと頭悪いかな <laughs> もう私はもうたまたまちょっと最近字を書いてないだけであの勉強してた頃はちゃんと読めたから漢字とかちゃんと。<laughs> 黒い天使黒い腹腹黒淳さんハットありがとうございます。私は見たことない美味しいよ本当に。 ハゴ板読めるよもちろん「羽子板」読めるよ <laughs> 読めたことあるよ私それ読めたことあるもんなんで読めなくなったんやろあの時一瞬「牛版とか言ってたっけ <laughs> なんでさなんで読めなくなったんやろな今 <laughs> ルマンドを久しぶりに買ってみよう買って。 買買って買ってて <laughs> 宮崎さんはいはいさんでもさ AKB さんの十十八期生さんかながなんか根も葉もルームはしてませんでしたお披露目で。 それがあるってことは全然ありますよね。不毛の土地を満開に。<laughs> 黄色い小鳥さん。ガトーショコラさん。僧帽金さん。さっきもいらっしゃった。ありがとうございます。前田真ーさん。さん。ありがとうございます。瀬戸市はユ子ズもね、美味しいよね。そう、なんか。 今までさ全種類入ってるやつしかなかったじゃないですかえ、分からんけどでなんか小分けになってて味別でそうねレモンとエビで迷ったんですけどエビにしましたでもレモンも好きもちろんうん <laughs> はあ、やばいあと1時間20分だやばいよーやばいよー大海さんこんばんはないかないかなダメよ減量中でしょ減量中でしょ <laughs> 待って待って待って僧帽筋さんいわゆる恐竜したら兵さんが川魚の稚魚は網ですくいやすいんですよねって言ってましたえそうすくいやすいです正直に言うとはいすぐ取れますあの適当にこうやって川の中でシャッってやったらあのすぐ入ります <laughs> 今のうちに家事を合わせてこようと頑張って家事お疲れ様です食べて運動をすればカロリーゼロ確かにじゃあ食べても大丈夫ですよ <laughs> 人数にもよるけど9万その0 0選ばれし者ちああ確かにぴったりやねタイトルが選ばれし者よかっこいいいいねわらわら <laughs> 別に私川魚取るのが得意とか言ってないんだその難しいことはしてないです趣味なんでねなんならあの本当にちっちゃいからこそ育てがいがあるというかはいでもあれですよよしのぼりとかちょっと難しいですよこう2つの網使ってこうちょん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 で捕まえるんで。 お魚さんがね。浮いてるから。結構シュッって取れちゃうんですけど。<laughs> 適当にシュッとやってワイもんく。<laughs> もう捕獲してるでしょう。河里さ,さんも私に捕まってるでしょ赤い先生のペンさん、かっこいいよんできるね。したい。かっこいいよんでデビューしたいね。 にゃんこさんほらありがとうございますサンダルと <laughs> 足の間に挟んでとる <laughs> そうそれたまにたまたまたまにじゃないたまたま一回ね奇跡的にはいサンダルと普通にサンダルと足の間に魚からやってきましたもう本当に気持ち悪かったもうえー、もう本当に気持ち悪い思い出すだけで気持ち悪かった 川魚好きとか言っ,ってるんだからブル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 みたいなほんとに <laughs> 吉登はそこそうそこにいるんですよね下に下をこうひょこひょこいく系の子であゆもどきがとれても逃がしてあげてね逃がしますあゆもどきへえあゆっぽいやつ小ざりさんこんばんはこんばんは。こんばんは ハロー。湿 <laughs> 気しっけない。えっしっけないってなったっけしっけない。しっけない。あー、悩んだっけそれ。しっけない。しっけない。<laughs> たけたけじさんたけたけじさん。ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。 本当にありがとうございます。よければお名前の読み方を教えてください。たけしさん。ありがとうございます。ヒョウ柄のタコさん。あ、失敬な。あ、本当や。普通に漢字で。なんかさ、方言の話かと思った。<laughs> もう本当にさ。もう。 バカがバレちゃうからもうやめてわざわざね多分さ漢字が読めないからひらがなにしてくださったんですよねきっとね本当に次は漢字なくね <laughs> もうさもうなんか何やってもダメですよね私ごめんねみんななんか本当にコミュニケーションが取れないくってごめんね <laughs> <laughs> いや<ー> <laughs> ごきざりさんゴールデンだるまありがとうございますまたやってる <laughs> 次は漢字で書くね <laughs> もうやめてよほんとにとうとうひらがなまでイオンちゃんのそういうところも好きよ <laughs> 好きでいてください瀬戸塩の話かと湿気ない湿 <laughs> 気ない瀬戸塩湿気ない湿気にくいんかなこれ嬉しいねそれだったらいつももう湿気るとかの前に食べきっちゃうからさ美味しすぎて面白いからいいよ <laughs> 優しいね皆さんうん <laughs> しっ気ない <laughs> しっ気ないやばい <coughs> 神奈川魚のトークで生き生きしてるの好きなのでお披露目楽しみにしてますほんとしいそう僧帽金さん覚えますね僧帽金さん僧帽金さん覚えました 川魚トークの時生き生き生きしとんかな <laughs> 瀬戸塩は湿気ると最悪だぞい最悪カタカナで書いてくれた <laughs> 私はまだ瀬戸塩の湿気ものに出会ったことないからいつも,もうすぐ食べきっちゃうから最悪なんや でも確かにもうおせんべいはもうまあ瀬戸塩に限らずもう湿気たらもうショックですよね美味しくないよね <laughs> 開封して寝落ちしたことが <laughs> やばいそれはショックだねショックだそれはそうね川魚とオタク出ちゃってる時は生き生きしてる <laughs> いつでも生き生きしときたいな <laughs> でもね私ほんとにオタクはあれですよもう加入したらというか、まあ、今から今から本当にもうオタクっていうのはちょっとやめようと思ってますはい私も皆さんにこうやって応援してもらってあの応援してもらう立場なので、はいせあのー、合格したらあの私もちゃんとプロのアイドルとしての意識を持って、はい、皆さんに たくさんの幸せをお届けるお届ける <laughs> お届けするアイドルになりたいと思います <laughs> だから本当にちゃんと本当にオタクとかじゃないんでアルフレッド違うお名前こっちかどっちや アルフライズさんハローハロー Thank you 魚トーク <laughs> ボブさんこんばんは、えー、NMB48 第10期生オーディション114番の E4 って呼んでください岡山県出身の二十歳です、えー、応援 よろしくお願いします。イベントの最終枠で、あと1時間ぐらいで終わっちゃうんですけど。よろしくお願いします。私はオタクではなく、ライトなファン。ライトなファン。エスティエさんのファンの方ね。私はオタクしてきちゃったな、でも今まで。ライトなファン。いや、でも、 どっちもいいですライトなファンもオタクも <laughs> マッチャーさん初見ですありがとうございます NMB48 第10期生オーディション114番のイイヨンテ呼んでください岡山県出身の二十歳ですよろしくお願いします初見でした確かに <laughs> カウンパパさんこんばんはこんばんは同じくライ,トのライトのファンの方多い 結構なんやろライトなファンの方って結構何は箱推しみたいな感じってこと私はモブな一発うモブ <laughs> なんかいやでも 私もねちゃんと本当にアイドルとして皆さんに押してもらう側だからね正解です箱推しやっぱ箱推しとかか現場に行かないあーそんな感じねでもそれはいいね箱推しとか現場に行かないとか ちちょっと軽い気持ちでね押すのもいいでですよねでも私も結構現場に行かないタイプだったかも行かないっていうか行けなかったっていうかね <laughs> 明日から配信ないとか E4 ロスを起こしそう私もジュニアさんロスだわそれ絶対こんなにもさ1週間お話ししてきたからね 嬉しい俺はライブあるけど公演あ私と同じパターンじゃじゃ <laughs> 一緒ですね私もライブあるけど公演行ったことないな私もねじゃあ実は私もライトなファンだったもしかして んんんさんこんばんはありがとうございますあー配信ね確確かに確かににいやーでも結構ね思うでも配信って結構さお顔が近くで見れるからさいや配信もいいんよねわかるそれはねライブの最善とか公演の最善とかな絶対それは楽しいけど結構 配信もお顔がやっぱちゃんと見れるからね公演あるけどあ逆パターンライブはない、えー、私公演に行きたいんですよね公演行きたい前も行けない人だったけど激変最近はてえー、じゃあまた今度私が受かったら激変でお休みがいっぱい来るようになればいいね <laughs> そう在宅ね私結構でも在宅でしたわ在宅だった本当にねおたかつする時間がなかったねオンラインお話し会と公演以外ほぼ行けないえじゃあリアルのお話し会は以外ほぼ行けないオンラインお話し会の方が よく行くってことか。なるほど。まあそれぞれですよね。おたかつの仕方は。公園今は当たりやすい。<laughs> 公園行きたい。そう公園行きたいんですよね。在宅同じですねじゃ。現場は池さん。わわ絶対いいな。もうずっとあの。 池さんの歌声聞けるってことですもんね。いいね。人混み、そう、私もね、人混み、ちょっと苦手やね。ただ来るじゃなくて、いっぱいって言ってくる、なんかなんか、そ。いっぱい来るようになってね、激変です。俺も在宅、あ、在宅多いね。ね、みんなここ在宅の方多いけど。 ちゃんと私のところには会いに来てくださいよ分かってる皆さんちゃんと会いに来てくださいケモニアンさんいいよんありがとうございます来てくださって握手会法は参加しないえー、絶対リアルの方がいいよでもきっとないあの遠いとか多分理由があるんだろうと思うんですけど ね、そんなんリアルの方が楽しいの分かってるよみたいなねまあそれぞれですよね <laughs> ナンバー行ったことないので触れて私もちょっと触れてる行きたいけど <laughs> まあ確かに心が楽よね配信とかの方がねケンジさんこんばんは通常公演と推しの卒業公演と握手会と写メ会と私会くらいしか行ってこない結構行ってるやん <laughs> 結構言ってる <laughs> 結構言ってんのおもろいそれぎくこそこそいいように会いに来てよ在宅はダメだよちゃんと会いに来て <laughs> いいように会いに行くことを検討することを検討しますじゃあ一旦その検討が通っても もう一旦検討するってことだねもう即決で来てください会いに来てください <laughs> リアルでメンバーに会うと 3D かえ、ねぇねぇ 3D かわか,かるえ、めっちゃわかるあやばいやばい,こういう、こういうところを言われるんですよねオタクってねいやわかるよだってさ、今までさ、この画面上とかのさこのまっすぐな、まったらなところでさ、見てたのがさ、こう 飛び出てくるわけじゃないですかいや 3D めっちゃわかる 3D であの高画質ですよねいやめっちゃわかりますそれリアルでねアウト 3D& 高画質でした感動ですこれは本当にももさんこんにちはぷいゴルダルありがとうございますアクシカイケチャップネキ <laughs> ケチャップネキで皆さんなんで何 をなんて呼んでもいいのでケチャップネキーって来てもいいので会いに来てください <laughs> 初めての環境がマジ苦手だから背中グッと押してねわかるね初めての環境めっちゃ私も苦手それはわかるそれはわかる <laughs> だから私がグッと押します来てくれるように にに会う時は実機制になって変わるね絶対会いましょう北海道そっか北海道ねえ遠いね本当に本当に遠いね北海道ってだってさその交通費とかでさもうだって握手券とか何枚とかも買えちゃうもんねえー、大変だそりゃ確かに本物今更らもんね 初めてンと参加した時メンバーの顔の小ささ衝撃よね衝撃まあ老眼ひどいから最前列でも,もやける燃 <laughs> やけるつらいそれは 3D で高画質是非私のことは高画質で見てほしいな清 <laughs> 兄さん頑張ってくださいありがとうございます頑張ります 同じ、えな何でみんなそんな遠いところすごいね北から南までいる北海道と沖縄やばいね北海道と沖縄 <laughs> やばい私のじゃあもうファンの方日本中にこれも制覇してるねもうつながったねしかもさ結構真ん中の方やね大阪皆さん遠いねじゃん <laughs> 合格したら握手会行きます嬉しいもういっぱい握に握ぎにぎしますギュッと握ります <laughs> 全然さんそういう往復の飛行機代で握手券20枚えー、なんかそれうわー20枚 <laughs> 近くに住んでたらなーってそれ 何度も思うよねきっとそれいや本当にそうやってねきっとお金とか時間とかかけて来てくださる方たくさんいるじゃないですかそうやって北海道だったり沖縄だったりもう私はもう皆さんにその分の,そのかけてくださったお金と時間の分も皆さんに与えられるようなはいアイドルになるので。 あの、無理にとは言わないんですけどあのぜひ会いに来てください <laughs> 20枚ねやばいね安田隆さんこんばんは MV 撮影できてえ撮りたいね沖縄撮りたい自分が福山佐和さ,さんくらいかっこよかったらいやいやえっ来てくださいよかっこよかったらじゃなくて全然お話ししましょう 北海道ぐらいのとこで回って収録すると3日はかかる <laughs>。確かに、大きいもんね。1時間だよ、本当にどうしよう。俺は新幹線で、もうそれも大変。え、大阪の方あんまいないのみんな遠いんやね。マイル貯めてるから年、ね、に2回くらい北海道。へぇ、えー。往復できる。すごい。 北海道と沖縄やったら埼玉の <laughs>。いや、本当にみんなね、遠い人多いね。では合格祈っています。またね。え、またね。ありがとうございます。祈っててください。でも、イい,いよンちゃん合格したら、絶対に会いに行くからね、鶴瓶さん。嬉しい。本当にありがとうございます。会いましょう。ラスト1時間ね。あんさん、こんばんは。n m b 放っていたいて大実況でしょ。え、待って待って。 114番のイーヨンです。ありがとうございます。来てくださって。え応援よろしくお願いします。待って待って待って。やばいやばい。うわ、えやばい。タワーやん。えー、ジュニアさんありがとうございます。スクショスクショ。えー、<laughs> えー。ええ。 やつふさ,さん初見ですすありがとうございます残り1時間イベントやってます応援よろしくお願いしますどうしようージュニアさん本当にありがとうございますこれはゴールドタワーえゴールドタワーゴルタゴールドタワーね待って待ってゴールドタワーって言ったらさあのえめっちゃさローカルだわえちょっと <laughs> ゴールドタワーやばいんですけど長崎大阪京都え京都からたくさん会いに来てくださいゴールドタワーあれやんゴー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 ルドタワーゴ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 ールドタワーみんな集まれゴールドタワー <laughs> 待ってめっちゃローカルほんまごめんなさいゴールドタワーありがとうございますジュニアさんえどうしよう <laughs> ゴールドタワー 歌ずあそう歌津香川の方になんかないゴールドタワーって <laughs> ゴールドクマさんタワーありがとうございますあの絶対にお礼しますえこのさ CM もう聞きなじみすぎるこの CM「ゴー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 ルドタワー」何だっけねあの最初になんか掛け声が入るんですよ ベイベイワンツースリーフォーゴ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 ールドタワーゴ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 ールドタワーみんな集まれゴールドタワー <laughs> 待ってめっちゃツボなんですけどこれゴールドタワーあー懐かしい懐かしすぎるタワーパチパチ嬉しい本当にゴールデンベアタワーありがとうございますジュニアさんあれほに 感謝の気持ちでいっぱいですイアンちゃん毎度アベベさんお久しぶりだあの動画ありがとうございますケイトさんの嬉しいです四国水族館横のゴールの玉 <laughs> えわかるわかる方いているよかったよかった目がキョトンとしてます <laughs> 待ってもうめっちゃこれおもろいんだって 四国水族館近くにできてほしいけど行きたい。ね、分かってくれる方ちょっといる。嬉しい。アベベさん、ゴールドタコさん、ありがとうございます。ゴールタコ。本当に集まったら大変なことにあ、そういうことゴールドタコ。つまらない思わなかった。ローカル、ローカルすぎるよね。全然分からん。ローカルすぎる。ね、みんな絶対これさ、あの、 CM 見に行って多分 YouTube とかにありそうな気がする「トルトベイベーワンツースリーォーゴ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 ールドタワーゴ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 ー,ゴールドタワーみんな集まれゴールドタワー,あ,ーあっちしょ」っていう <laughs> めっちゃ懐かしいもう子供の頃行きたすぎてめっちゃあの CM 見て。 懐かしすぎるんだけど一番楽しそうにった <laughs> ちょっと絶対見に行ってください皆さんあのゴールドタワー、ね、CM とかで多分出てくると思うローカルすぎてごめんなさい今日はミニライブとハイタッチがいいな楽しかったですかえなんか「だってだってだってと」ともう一曲なんだったっけ なんかやった。やったんですよね。3曲。新しい曲とね。ハイタッチ会いいなあ。羨ましい。お疲れ様です。見るお肉さんお疲れ様です。地元多くほんとそう。<laughs> 地元多くだようわー。待って14位だ。うるうどうしよう。嬉しい。川里さ,さん、ゴルダルありがとうございます。 えちょっとこれ香川と岡山とかその徳島の方もわかるんか嬉しいね嬉しいゴールドタワー伝わるの嬉しいごめんなさいねジュニアさんがいただいたのにゴールドタワーありがとうございます僕あ僕はねユリーかねいいな絶対楽しいめちゃくちゃ楽しかったよ羨ましいいいねいや私も去年渚再婚の時に 行って本当に楽しかったから今年も今年もっていうか今回も行きたかったんですけど香川のシリムそう岡山でも流れてるえーめっちゃ懐かしい気持ちになったありがとうございますジュニアさんあの日々の感謝もありがとうございます <laughs> 従業員ね本当に皆さんのおかげですありがとうございます片健さんこんばんはゴールドタワー効果末が ありがとうございますジュニアさんタワーロック・ザ・ベイベーって言ってるんやタワーロック・ザ・ベイベーワン・ツースリー・フォー・ゴ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 ールド・タワーゴー,ゴー・ゴー・ゴールド・タワーみんな集まれゴールド・タワーや <laughs> 次はイオンちゃんの配達会ぜひお会いしましょう握手しましょうプレイパークゴールド・タワーうわー そ,うそ,うそんなんそんなんめっちゃ懐かしいもっと早く投げてればみんなネタで投げてくれていやいやもうネタとかであの全然いい皆さんあの本当に私が一人でツボってるだけなんで岡山吉本新喜劇とかあやってるよテレビでお昼やってるやってるテレビでやってますね ゴーールドタワかか何かもらっててもらってない <laughs> えゴールドタワーってさ何今あるのなんか新しくできたんもうめっちゃ私一回だけ行ったことあるんですよね小さい頃にも憧れすぎてあのゴールドタワーが <laughs> 15分100円え何が何が待って <laughs> 何がやろあの CM 歌ってったのひよっちゃんだったのか <laughs> そう実はあの歌ってたしあの子供役であの出演してました <laughs> めっちゃ懐かしいんだけど タワワーー、ベイ,ベイはやばいン、ツスリー、フォーあいだになってゴールドタワーの CM え狙いたい狙いたいねゴールドタワーの CM に15分100円え高くない ?15 分100えどうなんやろ <laughs> どういう意味なんやろそうなんや15分100円 ?100 円で15分遊べるみたいな <laughs> よかったでも伝わる人がおってもう私だけかろうじてやけどおってよかったゴールドタワー伝わる人 <laughs> 正しくはえゴールドベアタワーかなありがとうございますジュニアさん本当に日々感謝ですうんゴールドタワー近くのスーパー銭湯四国健康村で加盟したのが懐かしいおーなんか お風呂の方もあるんか私がねすっごいだから見てた CM の方はあのなんていうの子供が遊ぶみたいなも風船みたいな風船とかボールみたいなやつがすごい憧れてた <laughs> あそこに行くのが CM 見てて懐かしすぎたちょっと今。 ランドマーークタワーどんなところやろうランドマーク聞いたことある聞いたことあるけどランドマークタワー同じような感じなんかなえっ14位本当に嬉しいんですけど本当に改めて どううしよう14位って本当に私ラジオなんですけどえありがとうございます皆さんおめでとうおめでとうありがとうございますこれ意外と多分8時までちょっと気色満面で終われるかも私 <laughs> いや本当にびっくりです14位嬉しいちょっとこれもう一回即所してここっち側の画面ではい本当に絶対にあの合格してギフトのお礼あのねギフト履歴っていうのが私見れるのであのそこで皆さんのギフトちゃんとわかるのではい絶対に1位から100位の方一旦お礼してタワーの方もちゃんとお礼しますはい 別であのはい絶対にやるのでイオンがわ頑張った成果だから優しいう嬉しいこの1週間いろいろあったな確かにね私も新しい出会いでした皆さんとの <laughs> テレビはそうでもないけど、ラジオ番組があるのは喪失感半端ないラジオの方がショック大きいんかなコメントだけしかし、いや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 、ありがとうございます。全然全然,全然。あの、本当に、あの、こちらとしては本当にコメントがずっとあの続いてるってことが本当に嬉しいんですよね。<laughs> 嬉しいから 本当にコメント嬉しいですよ。もうお話できて嬉しいです。そんな履歴、あ、そう、あります。だからね、ちゃんとわかるので、はい。一旦、その、だからランキングでお礼した方がいいのかな、そういうのって。どうなんやろ。タワーはね、もちろんやります。お一人に絶対。お一人ずつにそ、ちゃんと。ね。 <laughs> 見れるからあでもそっかそこでも100位までやった方がいいよね絶対ポンポン16さんこんばんはこんばんは NMB48 第10期生オーディションエントリーナンバー114番の e ンって言います岡山県出身の二十歳ですえっ、ー、と今日これがイベント最終枠で あと45分しかないんですけどよければ応援よろしくお願いしますこんばんは右側何て読むんですか奇色満面って読みます私が習字で書きましたなんか「喜びの表情で顔がいっぱい」みたいな意味ですそういうい 意味で <laughs> そうお披露目で皆さんと喜びの顔いっぱいでお会いしたいなと思って飾っております。頑張ってありがとうございます応援嬉しいです。うん、お<ー笑>タワーの俺に秀字でゴールドタワーあれえいいね秀字いいね。 絶対合格したらあのごめセット持ってきますわこっちにゴールドタワーありがとうめんごねおもろいねめんでタワーのんごめんごめんごめが美しい嬉しいなめんごめんごめんごんですけどねんん あのー、下敷きがないので4等分にするのがすごい大変だったんですよねきれいにはめるのがそうだからなんとか色紙で4等分に収めました囚人習ってたのーそう小学6年生6年間小学校の6年間でやってましたあ、でも本当にあの、めちゃくちゃ上手とかじゃないです全然はい。<laughs> 本当にあに仲良しのおばあちゃんと一緒にやってただけなのでそんななんかちゃんとしたみたいな <laughs> <laughs> 鼻に爪つけるのを忘れなくねえ愛くないってミは可愛くないよ絶対 <laughs> クリームみたいにつけてもちょっとそりゃ可愛くないよ ね、「取って」とか言われてもそれ取りたくないでしょ墨は <laughs> そういうことやっても数字で俺初 <laughs> 階級ついた階級ないんですそうだから私習ってたところがその階級つく系のところじゃなくって全然もうただただあの、綺麗に描けるようにしましょうみたいなとこだったのであのそういうのを持ってないんですよね証明できるもの エピソード <laughs> おばあちゃんとよくあの近くのコンビニでガリガリくんの梨味を買ってもらってましたえー、元気かな習字の先生ずっと会ってないタコスミで <laughs> かけるもんなんかなタコスミで衝動ってできるもんなんかな <laughs> ガリガリ君の梨味ね美味しいですよね美味しいよねあれが一番美味しいよねよくね作品今日仕上げましょうっていう日とかはもうずっとこもってたからその書道教室にそしたらいつもその書道の習字のおばあちゃん先生がお金くれて買ってきなーみたいな感じで出てすぐのコンビニ行って。 ちょっとみんなで食べるみたいな。なしアじゃあれうましないよなうましですよねうんと。<laughs> ね、待ってもうさ20分かやばいよびっくり自分まさかさここまでなんかニコニコしてるとまんかったもうボロ泣きしとるかと思っとるけど <laughs> 意外とまだ <laughs> <laughs> 場人物 <laughs> これにさえ聞いてください私ねあのー、歌いたい曲があったんですよ最後にでもそれずっとカラオケあると思ってたらカラオケなくって残念でした約束よう歌いたかったんですけど私は <laughs> カラオケなかった。三日月、三日月もいい曲。歌いたいね。そう、約束よ、入ってなかった。ねえ。アカペラで歌おうかな、じゃ。でも、結構。終わり頃とかにしようかな。 今歌う確かに泣いてた方が歌えれもんねひかるさん山本ひかるさんの卒業公演の最後あそうやったんやあれかなえ見たかないや見てないな絶対感動やんそんなえ本当にさあの山本ひかるさんの卒業本当に なんかか悲しかったね本当にでも本当に仕方ないというか本当に <laughs> 私も二次審査で見かけたのを覚えてますね八期の時にああこういう子がオーディションを受けるのかと思ってもかわいすぎてびっくりしました山本ひかるさんを <laughs> 本当に悲しいね 私も八期生さんのこと大好きなんで <laughs> そう知ってたっていうかまあもう私が一方的になんか可愛いなと思って見てたんですけどなん <laughs> やろ会場入る時にね近くにいてそう初めての私オーディションだったんですよその時に対面審査に行くのが。でもう 意味もわからない状態で行ってその近くにいた山本ひかるさん見てああこういう子がアイドルになるんやろうなみたいな可愛いななと思って見てましたね <laughs> 本当にさあ可いいのにあの面白いじゃないですか山本ひかるさん面白いも持ってるからね <laughs> よく周り見てる <laughs> もうだってさそういう性格というかなんていうのもうキョロキョロしちゃうんですよ <laughs> だしなんだろう見つけてやろうっていうこの子この子がアイドルになるやろうやなるやろうなみたいな <laughs> ピカルンさんアイドルとしての才能よねえほんとそうですよねもったいないもったいないって言ってもあれですけどうんオーディション中もなくなった <laughs> まあちょっと考えちゃうよねこの子受かりそうとかそういうのは見てるミ <laughs> ヒーナさんとピカルンと 人を見る目あるハチビーさんハートたくさんありがとうございますリサちゃん推し坂本リサさんね坂本リサさんもね情報の時かなもうめっちゃ細いと思って見てましたよ <laughs> そう8期の時は結構その情報とかもあったからなんやろ関わる時間が長くって。 そうだから結構たくさん見てましたいっぱい覚えてますようん髪の毛もそう <laughs> だったねだったけど本当に今めちゃくちゃ可愛くてお綺麗でなんかでも本当に何やろ原石感なんか私が言ってんのもおかしいけど本当になんか一人で。 立てるのを見て本当に細細かったね本当に細かったそう池穂花さんともお話ししましたよ <laughs> でもね全然私がね喋れなかったからめっちゃ人見知りやからなんかあんまり私からはって感じ <laughs> 人柄とルックスの8期ねえいいね本当に優しかったです皆さんえ本当にそう8期生の皆さん優しかったよ松本美比奈さんとかなんかもちろん優しいし本当にに何て言うのほんなんかしっかりしてるというかもう私あの時高3で松本美比奈さんが中学1年生かな だったんですけど私が歌った後に質問があるんですけどねなんかこういうのを聞かれたらどうしようみたいな感じで言ってたらこうやって答えればいいよみたいな感じでもうすごいアドバイスをくれたんですよ <laughs> 中学1年生のねみ比さんに私はアドバイスをもらって <laughs> 行ってきたんですよ <laughs>。 で帰ってきて「お疲れ様みたいな感じで <laughs> 本当に情けない自分 <laughs> リサさんとあルームス登録してるいいねねえミアもほぼ分からん <laughs> ほぼ分からん <laughs> ドラフト生さんねドラ2さんとドラ3さん キャドリなみひー先輩ほんとにそうミヒナ先輩でしたほんとにそれはほんとにそうでした松岡さくらさん真面目だえねえ松岡さくらさんはねあの私のね右斜め前にのちょっと斜め前の机に座ってましたね <laughs> めっちゃめっちゃ覚えてるほんとに。 本当にたたくさん見てたからね座ってらっしゃったね喋ったらめちゃくちゃ面白いですよね松岡さくらさん <laughs> めっちゃ可愛いのにさねリアルお話書いた時フリーズして終わったねしちゃうよねそうなんか私が一緒にお話ししてたのが私高3でその時中1の美比奈さんと で中2の子と中3の子で一緒にいたんですよで本当に私以外中学生でもうなんかやっぱそこで話が盛り上がっちゃうっていうか私はなんかもう保護者みたいな感じの目線で会話を聞いてましたその時 <laughs> 昨日行ったかくらいに覚え,えめっちゃ覚えてる私本当にめっちゃ覚えてるよ <laughs> いや時間も長かったんですよね本当に一日中あったからね <laughs> 保護者今で本当にそんな感じでしたもう中学生だったんで皆さんが <laughs> 可愛かったからえ、そう皆さんえ本ほんとにねかわいかったね皆さん皆さんかわいかったほんとにもう私がなんでこんなところにいることができてるんだろうって思うぐらいね <laughs> 皆さんかわいかったねまったりしてますね <laughs> まったりね でもこ,こからよ皆さんラストスパート私もうどうなるんだろうか本当に <laughs> どうなそろそろなんか真面目な話真面目っていうかねちょっと感謝の気持ちをもうそろそろ伝える時間じゃないですかどうしようとりあえずせんべい食べていいですか <laughs> とりあえずモグだモグです <laughs> はいモグモグ終了ですモグだー <laughs> !ASMR 入りそう <laughs> たまに挟む ASMR シュール <laughs> とりあえずせんべい食べたいギャー <laughs> どううしようとりあえずせんべい <laughs> めっちゃいい音「モグだ!」からの「モグ」です <laughs> 一応ね <laughs> この音を聞くのも最後、ね、最後よ最後ですよ私はドラフト人気候補生の時代のゆずななさんななほさんの劇場パフォーマンスを最前列で見ましたはあ えニキスだってさドラフト時代のゆずななさんとかってもう本当に赤ちゃんとかじゃないんですかやばいねそれ赤ちゃんとか言ってすごい先輩なんですけどでも私一応西中七海さんと同い年なんですよ <laughs> 同い年ですね受かってもラジオ配信 <laughs> たまにやろうかなケーキとか確かにね。ごめんなさいろいろ調べていたよラジオ配信なであの分かった範囲での結果イコールおーおーすごいすごいすごい。何初披露 T シャツ。3期青。ふんふんふん。若草色なんや。 えー、どうなるかね赤っぽいすごいずっと調べてくれてたんや菅諭さ,さんレインボースターありがとうございます赤ちゃんゃなかった <laughs> 青春のラップタイムてっぺんとったんでおーいい曲ばっか福山のタコさんハートタコさんありがとうございます 夢は逃げないそう、七木八岸さんが夢は逃げないねで、九木さんがこれわかんないね本当に予想がつかないつれづれさんゴールドハートありがとうございます福山のたこさんゴルタコゴルダルゴルタコとゴルダルありがとうございますナミさんは一日天才本当に天才だ なんか本当にだからそう私と同い年やからもう本当に当時とかはもう本当にもうそんな年でアイドルやってるのはもう尊敬もう憧れの存在でしたよ本当に赤紫赤系あるじゃんワンちゃんありそうですよ本当にまっちゃルさんホローありがとうございますズレズレれさんゴールドハート ありがとうございますツナマヨさんゴルダルありがとうございますズレズレさんゴールドハートありがとうございます褒めて本当にありがとうございます <laughs> 本当にありがとうございますこんな細かくすっごい多分たくさん調べてからちょっとスクショしておきますこれでね私もちょっとお披露目曲とかもちょっと予想できるね <laughs> そういうラジオ配信禁止だね。ルームスとかできる。うわ待って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 。え、え、やばい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 。ああ <laughs> ゴールドクマさんタワーやん。もうどうしよう。え、本当に。え、これもゴールドタワーこれもゴールドタワーかな。最初の英語忘れちゃった。何だったっけ なんちゃらベベータワーロトなんちゃらベベーみたいな <laughs> ケンさんケンさんえー、っとゴールドクマさんタワーありがとうございますへえー、どうしようほんとにタワーパチパチゴールドタワーゴールドタワーや タオロとベイベーワン・ツー・シー・フォーゴ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 ールドタワーゴ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 ールドタワーみんな集まれゴールドタワーけんさんありがとう <laughs> 大丈夫これゴールドタワーで大丈夫この歌でありがとうは <laughs> え、本当にありがとうございますえ、どうしようちょっと待ってスクショスクショ こっちとこっち両方スクショしてえもうさ私これ自分の顔が映ってて欲しかったこの配信画面にえー、どうしようーえんたわろくざちゃんと書いてくれてるたわろくざベイベーこれが覚えれないんですよね タワーロックザベベワンツースリーフォーゴ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 ールドタワーゴ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 ールドタワーみんな集まれゴールドタワー <laughs> ゴールドタワーありがとうございます反射してる怖いこと言わんでよ今から顔出ししょうさんハンありがとうございます。<laughs> カラオケ配信する全然いいよね一旦皆さんにあの感謝の気持ちの時間よねもうそろそろもう37分やありがとう歌う <laughs> 懐かしのゴールドタワーソング翔さんハート言ったかありがとうございますつるゑさんゴールドハートありがとうございます 絶対に日見に残るやつやつん <laughs> ぜひ調べて本当に皆さん YouTube でゴールドタワー CM 調べてほしい本当にこれだからつれづれさんゴールドハートありがとうございますありがたわそっかありがたわって言うんだ普通そういうのありがたわーって言わんといけんのに私はなんか歌っちゃってるからうつ <laughs> ってるって意味じゃなくて 画面に自分の顔を反し <laughs> ずるずるさんゴールドハートありがとうございますああいいねランニングソングに絶対いいと思うね走るよく走ってるんですよね部活頑張ってくださいねゴールドタワーソングでなんかさそういう曲ってさ走ってる時にさ無限にループしません私もよく走ってたからさわかるけどさこういう曲ってなんか 無限にループしちゃうよねこういう意味わからんような曲がねずっと意味わからんとか言ったらゴールドタワーに失礼やけど <laughs> 明日それ鼻を歌にしちゃいそうだ覚えた皆さんそろそろタワロとベベー、ワン、ツー、シー、フォゴー、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 ゴールドタワーゴー、ゴー、ゴー、ゴールドタワーみんな集まれゴールドタワー,ーもう覚えたでしょ歌も嬉しい <laughs> ありがとうございます。本当に感謝してます。<laughs> 本当に皆さんありがとうございます。夢に出そう。<laughs> ありがたう。言う時くま耳作る。そうやはい。熊田は熊タワーが立ったわ。ラジオでは歌でオッケー。<laughs> <laughs> やばいそれ著作権大丈夫やばいやん普通に歌っちゃってたなどうやってどうやって伝えよう皆さんにえー、じゃああじゃあはいはいえー、私あの急なんですけど今私からの大切なご報告があります急なんですけど 私イーヨンは n m b 4 8の受験生を卒業します <laughs> 受験生を卒業しますちょっと皆さんええー、ってちょうだいえー <laughs> ちょっと待って私私イーヨンは n m b 4 8の受験生を卒業します えっと、あの急な報告になってあの申し訳ないんですけど本当に急で皆さん多分驚かれ本当に申し訳ないんですけど、はい、私は8期生オーディションから、はい、約2年半 NMB48 の受験生として活動させていただいてたんですけど、はい、自分の中でこう何度も何度もあの考えて、まあ、このタイミングだなと思って決断して 報告させていただきましたはいはい絶対に <laughs> あの心配してほしくないのが本当にとても前向きな決断ですはい前向きな決断ではい今回こそこのタイミングであの受験生を卒業しようと思いますこのオーディションで <laughs> はいとても前向きな決断なので それは心配しないでください、はいはもう受験生としてやり残したことはないと思って決めましたあの卒業の日程お披露目の日程とかはあの公式さんの方で詳細を追って多分説明していただくと思うのではいチェックのほど情報を待ってくださったら嬉しいですはい。 受験生を卒業します私は <laughs> そうデビ,ューデビューしますはい受験生を卒業するので待っててください <laughs> 卒業しないでなんて言えない <laughs> 専業そうアイドルになります前向きに決断し,しましたはい そうです、受験生を卒業してメンバーに加入したいと思いますはい本当にたくさん考えてこのタイミングでごメンバーになることを決断しました <laughs> 結果はどうだよ今回の練習の最後です違う それはあの結果はあの合格しかないですはい <laughs> 最初コメント見てニヤニヤしてたた <laughs> 前向きな決断なら応援しないそうあの本当にね心配しないでほしいのはあの前向きな決断ですとても大石さん表倉のタコさんありがとうございます号泣してます号泣してるみんな嬉しいよねでも皆さんもこの前向きな決断 前向きな卒業なら応援するようです <laughs> ありがとうございます <laughs> 私も本当に何度も何度も考えてそうですね同じ受験生がこう <laughs> ね引き止めてくれたこともあったんですけど私的にもうこのタイミングだなと思って受験生の卒業を決断させていただきましたはいあの 卒業しても卒業することによって皆さんともっとたくさん会えると思うのでぜひ受験生卒業後の活動も皆さんに応援していただけたら本当に嬉しいですこれからもよろしくお願いします <laughs> ボイスさんゴルダルたくさんありがとうございますなんてこったい思 <laughs> い切ったそう本当に頑張ってね決断しました 報告を受けたたにメンバーも驚いてで <laughs> そうなんですよメンバーもね驚いてあの私は誰にも相談せずにはい自分で決めましたこのラジオ配信に自信がついた何より <laughs> 目からケチャップ出ても意味やから <laughs> アメメさん応援してるありがとうございますカツ丼 <laughs> いつかこの日なか <laughs>。 <laughs> いつかこの日が来ると思ってたね自分で決めた結論なら違う遠い空から見守っているよ嬉しい <laughs> お願いしますはい皆さんよろしくお願いしますいいン卒業します受験生を卒業します責任を持って応援しますありがとうございます絶対メンバーになってまた会おうね約束約束です皆さん卒業していいンね ほんとにほんとにもう絶対に絶対に卒業するので待っていてください <laughs> <laughs> なんかさなんかさとか言って <laughs> なんかほんとにさ 私はあの帽子さん、ハートありがとうございますなんか私はあのずっとさ自分だけがさアイドルになりたいと思ってたのそれはそうだよね自分がメンバー NMB になりたいと思っててなんかそれをずっと まあ人にも言えないし自分は絶対なりたいって思ってるけど自分自身は絶対にそんなアイドルには向いてないって思ってたやけどねやばい泣きそう泣きそうよね <laughs> やけど本当に皆さんに出会って <laughs> なんか皆さんがすごい私のいいところとか見つけてくださったり。 その皆さんに応援夢を応援してもらってね何やろ初めて自分だけの夢じゃないっていうかずっと自分だけがアイドルになりたいって思ってたけどなんかそうやって私になってほしいって思ってくれてる方がいるんだって思ってすごい嬉しかったんですよ皆さんに会えて。 ティッシュどこティッシュがどっかいったもういいやタオルがあるけんタオルでいいよ、うん、タオルタオル <laughs> <laughs> そうだから本当にに何やろ初めて初めてっていうかこう人のために ちょっと自分のために頑張ってたけどなんか皆さんのためにもっていう思いでこんなにも応援してもらって本当にだから頑張る <laughs> 頑張る当たり前だけど今度はいいよんじゃなくて本名で応援するの楽しみに待ってるから嬉しいさそうさよならじゃないよ ラフルの爆誕の爆瞬間にちゃって嬉しいよ私も初めて知ることができてよかったよオーディションに合格したからまた会えると信じています私ゴキザリーさん天球絶対に会いましょうお会いしたい私ゴキザリーさんときっと遠いんだと思うんですけどねこれからも応援するありがとうございますまあ次に会う時はお互いね開き直ったアジさんね本名 気にねるね氷河の内食予想ケチャップおおありがとうございます私もケチャップやな <laughs> 泣くぞ泣くぞ、ね、泣かないでせいいナンバねナンバ青い豆腐さん氷河のタコさんありがとうございますさっき食べた <laughs> 嘘。ソマサッチさん えーとゴールデンハートありがとうございます。青い豆腐さんゴールダルありがとうございます。出会っ,った時からずっとそう思ってるよ嬉しい。<laughs> 確かにねあなたの望みを叶えちゃるいやそうやそうやね本当にそうや皆さんの私は望みを叶える立場になるんですよ。 なんか本当にさそのあざといイオンとか関係なしにもう明日から皆さんと会えなくなるのすごい寂しいし皆さんにたくさんそうやって支えてもらったからさん私の方が寂しいわ絶対。<laughs> 自信しててて残りの審査頑張って頑張張っっきますアイドルとファンが一緒に目標に向かって頑張って、えー、一緒に夢叶えていきましょう皆さんハチビエさん花束あ,ありがとうございます話したいことはたくさんありすぎるから絶対合格して一緒にお話ししましょうれからリコピー <laughs> 合格発表なく それ、ね、合格してから泣こうピースさんゴールダルありがとうございます次は嬉しし涙ねまゆうかみよしさんハートたくさんありがとうございますまさっちさんゴールダルたくさんありがとうございます合格発表で嬉しし涙流そう絶対に合格してくるので皆さん待っていてください本当になんか116個もルームある中から私 を選んでくださってありがとうございます本当に顔も出してないのに帽子さんハートたくさんありがとうございますいや絶対応の方うが寂しい <laughs> 私も寂しい帽子さんハートたくさんありがとうございます待ってるよハートたくさんありがとうございます廃車あるのが普通の日であったからな寂しくなるな私も寂しい あと10分なんそんな時間言わないで悲しくなる本当に皆さんにこんだけ応援してもらって私ができるのは本当に合格してその後なんやろ皆さんとたくさんね頑張っていくことやから。 福山のタコさんゴールドゴールタコありがとうございますなんかあもう何を落としたか忘れたもう何やったっけ思い出せる皆さんとんて言ってたっけ気色満面にあふれる日ねそうだよスタージスタージ ステージで踊っって踊るいいやんちゃん早く見てみたいしんちゃんさんゴールドゴル,ゴルダルありがとうございます違う国に住んでいますがそれでもあなたのことをよく知っています <laughs> すごい海外の方ありがとうございますあなたがオーディションに合格すると信じていますそしていつか会えるでしょう会いましょうゴキザリーさんミ気も 英語勉強しておきますイーヨンちゃんと出会えてよかった私もそれぞれさんと出会えてよかったですしんちゃんさん未来のペンライトありがとうございます次はお披露目でね何色のヒョウ柄かな <laughs> しんちゃんさんハートたくさんありがとうございますイーヨンちゃん以外にいくつもいなかったからイーヨンちゃんと会えてあほんとしい はあ、イオンちゃんの晴れ姿、本当に見たいわ。会いましょうね、絶対。最後は笑顔で。ニコ、気色満面。はい。<laughs> 合格発表待ってます。オーディション頑張ってください。ありがとうございます。みんなのおじさんさん、こんばんは。アルアップさん、ゴールドハートありがとうございます。頑張って。はぁ、あ。 と思うよ、思い出より入り口だね。シュウさん、こんばんは。花束を君に送るお疲れ様はるちゃん、ありがとうございます。花束。ほんの少しですが、58分に、ゴールド、全部、ええー、ありがとうございます。マットルで、海外から嬉しいね、本当に。ゴキダリーさん、ゴルダル、ありがとうございます。 眉雄神吉さん応援してるありがとうございますとにかく自信持って悔いのないようにずっと祈ってるからねうんありがとう微力ながめうれしい本当にずっとありがとうございます栞りさん栞りさんありがとうございます眉雄神吉さん偉いありがとうございます出会えたことに感謝してるこちらも感謝してるこれからねそう皆さんこれからの方が長いですから皆さんこれからよろしくお願いします あのこの1週間は本当にありがとうございましたそしてこれからもよろしくお願いしますつれづれさんわーかわいいクマさんありがとうございますゴルクマありがとうございます眉よしさんお疲れありがとうございますおつですバイバイおやすみ早い <laughs> ありがとうございます美容院が好きで手先は今日耳が鳴れてるしになってさそうやねそれで見つけてね 本当に毎日楽しい配信ありがとうございました。こちらこそ、ボイスさんゴールドハットありがとうございます。ああ待って来たぞいちごさんやばい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 待って待ってやばい奥田ユイナさんもいるちょっとどうしようどうしようどうしよう待ってこれやばい本当にやばいどうしようどうしようちょっと待ってこ待ってどうなっとるこれボイスさん待ってど,どうなっとるこれ待ってどういうことどういうこと待って本当にあと5分しかないよ。 え、待って本当に北沢一子さんと奥田ゆいなさんえ、やばいもうどういうこと本当にどういうこと <laughs> やばいありがとうございます本当にありがとうございますほんまにどうしよう最後までがえぇー待って待ってスクショして待って, <laughs> 待ってどうしよう先生さんは えっと、クマさんありがとう。え、メ、えーええー、待って待って、めっちゃ嬉しい。どうしようどうしよう。え、友達になってください。嬉しい。本当にどうしよう。あ、待って。頑張ってくださいです。嬉しいです。もう、え、もうどうしよう。死ぬのかもしれん。<laughs> えー、友達になりましょう。奥田ユネさん。めっちゃ早口でごめんなさい。ハート、たくさん、いろんな方ありがとうございます。 やほんとにどうしよう鼻水やばい <laughs> 印刷だねアラップさんクマさんありがとうございますえっ当に私皆さんに会えたのと本当にこんなにたくさんメンバーさんが見に来てくださって本当に幸せでしかないちゃんとスクショしたよな大丈夫よなスクショしたよね嬉しすぎるえ待って心配やからもう一回しときます <laughs> <laughs> ちょっとやばい <laughs> 一緒にいるんかな一緒に今もう一緒にいるってだけであの可愛いんですけどえ私ももう待ってどうしようもうえ本当にやばいですけど <laughs> ちょっとコメントじゃないあのギフト読めてなくてごめんなさいねランキング読むね 13位、川佐徹さんありがとうございます。12位、赤い水星のペンさんありがとうございます。11位、っちさんありがとうございます。10位、りんごさんありがとうございます。ニック242さんありがとうございます。8位、しりんさんありがとうございます。7位、原辺こモンキーさんありがとうございます。6位、八位さんありがとうございます。5位、マリュさんありがとうございます。4位、つレゼルさんありがとうございます。3位、キさんありがとうございます。2位、ジュニアさんありがとうございます。1位、けんさんありがとうございます。けんさんとジュニアさん、タワーありがとうございます。え、待って、どうしよう。え、本当に。 どうしようえ友達二人できてしまったやばいわ本当に皆さんありがとうございましたなあの読めないんですけど最後ギフト <laughs> やばーい本当に私全力で頑張っていきます信じて待っていてくださいお二人とも本当に。 ありがとうございます私の数少ない友達になってくださいねえ待って赤い先生のペンさん見たよゴーゴゴーゴールドタワーね待ってありがとうねゴー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 ルドタワーみんな集まれゴールドタワーえどうしよう本当に皆さん幸せでした <laughs> 頑張ってきますえー、絶対に会いましょうお礼します またね、皆さん、頑張ってくる。またね。大好きです、皆さん。あ,ありがとうございました。信じてる、私も。絶対に。やばいね。<laughs> またね。またね。皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ラフル。<laughs> ありがとうありがとうございます。頑張ってね、頑張る。何意外に最後の一分。